こんにちは。今日のスーパー J チャンネルは30分拡大してお送りしてまいります。元暴走族の会社社長が不良少年の更生に情熱を傾けています。沖縄の19歳の少年を社長が連れて行ったのは被災地でした。若者の更生を手助けする活動を行っている加藤修士さん。この日彼は沖縄に降り立った。すいません、ありがとうございます。加藤さんを沖縄に呼んだのは小学校の養護教諭。かつての教え子を更生させてほしいと助けを求めてきたのだ。失礼します。これ何でカンブシ入ってないでしたっけ。これ小学6年生の時どんなこと。オートバイ乗り回してた。小学6年生で。はい。小6で看護師って入れてくれるんですか。多いです。マジで。養護教諭が助けてほしいという少年は19歳の勇士。小学6年の時にバイクの無免許運転で鑑別所、中学生の時にバイクの窃盗と無免許運転で少年院に入り、その3年後再び少年院に送致された。もしかしたらまた暴走族に入って死ぬかもしれない、死んでしまうかもしれない。加藤さんはそんな勇心が暮らすアパートを訪ねた。あ、こんばんは。どうも。あ、こんばんは。勇心くん、こんばんは。勇心はここで家族と暮らしている。その風貌からは二度も少年院を経験したようには見えなかったのだが。え、特攻じゃん。アリっていうんか。はい。ほう、アリってボスなんだ。これ、この中にいるの。この中にいます。これ、ボスなんじゃ。これ、そうだろ、勇心。はい。特攻服を見て、加藤さんはかつての自分の姿が脳裏をよぎった。幼い頃、父親から虐待を受けていた加藤さんはその後、非行に走り、高校生の時には暴走族の総長になっていた。勇心を見て自分と同じ匂いを感じたのだ。隣も2人。部屋は 3LDK、 家賃は3万7千円。母親と兄弟の6人で暮らしている。父親はいない。39歳の母親は病気がちで働けず生活保護を受けている。少年育休が彼の犯罪だけではなくて彼の生活環境にもあったわけですよね。うん。例えばじゃあ挨拶とかね、例えば教えてますね、僕がここに来てこんばんはって俺からですよね。わざわざ俺が栃木から来てるのに彼はこんばんはの一言もない俺に対して。うん。何か教えてるものってあります。じゃあこれ教えてますって。ないですね。挨拶の仕方さえも子供に教えてこなかった母親。自分のせいで他人から叱られる母親を見ても無表情の勇心。自分で行こうって決めた。なんで行こうって決めた。ポイントに対してやることもないし、何か自分でこうなっていきたいってあるか。話をしてみて勇心は加藤さんが知る非行少年と何かが違うと感じ始めていた。若干勇心と俺は違うっていうのを感じますよね。母親が持ってるものもあるし、何か勇心の中で煮えきんない何かもあるし。翌朝、加藤さんはこの家庭の異常な実態を目の当たりにする。学校は？ん？忘れた？親として失格もいいとこで本当にバカ親のレベルに入ると思うんですよね俺はね。勇心と出会った翌朝、加藤さんは再び家を訪ねた。ノックをしても返事がない。おはようございます。おはよう。部屋にいたのは小学3年の末っ子。どうやら母親と高校1年の娘、そして勇心もまだ寝ているようだ。今もう11時になります。もうしょうがねえな。お母さん起きるかな。言ってあと加藤さん来てるよって一回言ってみて起きるかな。
ちょっともう起きてるかなと思ってお母さんが、はい、ちょっとお母さんにお話聞きたいこともあって、いいって大丈夫ですか。でも寝起きだからあれですよね、ちょっと 歯だけでも磨いてきて、ええ、じゃあお邪魔します。学校は？ん？忘れた？忘れた？いつも学校行かないのか。行くときも。行くときも。悪びれる様子もなく、週に2日は学校に行っていないという小学3年の末っ子。もう学校行かなきゃダメだぞ、ちゃんとお前。なあ。お姉ちゃんも。お姉ちゃんもそう、お姉ちゃんもだけどさ。いっぱい休んでる。お姉ちゃんが。お姉ちゃんが休んでるか学校行かない。お姉ちゃんが休んでるか学校行かないのか、お前に。そう。高校1年の娘はほとんど学校に行っていないという。加藤さんが訪ねなければ。いつものように昼過ぎまで寝ていたはずの母親は、子供たちが学校に行ったかどうかにも関心がない。もうこうやってここ行かないわけじゃないですか。でまして下の子まで学校行ってないわけじゃないですか。これ見ててとっても不安だなと思ったんですけど、それどう考えてますか、お母さんから。病気のせいで朝なかなか起きられないという母親。しかし加藤さんは、もし学校にね、あんた行きなさいよじゃなくて行かせるとしたら朝見送るとか、それぐらいできるよね。それから寝ることいっぱいできるわけだから。はっきり言って母親としては、親として失格か成功かといったらもうめちゃめちゃ失格、うん、失格もいいとこで本当にバカ親のレベルに入ると思うんですよね、俺はね。こんなことやってたら融資も買わなきゃいけない、大変だと思う。これからね、甘くないから向こうはね。でもお母さんも買わなきゃいけないよね。何約束できるのと。朝起きて学校にゴリゴスとか。二人のこと、うん、それできる、うん、加藤さんは融資を預かる条件として高校生の娘と小学3年の末っ子を毎朝必ず学校に送り出すことを母親に約束させた。そして加藤さんが感じた融資に対する違和感、それを確かめるため妹に話を聞く。我慢をするんですよ、めっちゃ、うん、でも我慢して溜めて、それが爆発した時怖いんですよ。誰を殴るの、殴るって。普通にみんなお母さんから。お母さん名だたるのは見たことないです。一番危ないサンチャーだから。ユーシンはユーシンは母親や目上の人間に暴力を振るうことはないが、自分や弟には手を挙げるというのだ。午後5時過ぎ、ユーシンがようやく起きてきた。彼はこんな昼夜逆転の生活をもう1年以上も続けていた。出かけるの？あ、僕電話今着いたかな。もしもしも、いや。毎日この時間になると仕事帰りの友達と遊びに出かけるという友人。結局この日深夜1時過ぎまで遊び、友達と別れたのは2時半を過ぎていた。明日から俺東京に行くんだみたいな話をしたの。いや、しないですね。あ、しなかったの？いや、どうせいつか帰ってくるんで。この時ユーシンはほんの数ヶ月間加藤さんの元で働けばすぐまた沖縄に戻ってこられると安易に考えていた。そして翌日。じゃあお預かりしますね。じゃあお母さん本当に約束だけ守ってくださいね。互いに視線を合わせることもなく、言葉も交わさぬまま親子は別れた。ユーシンは沖縄を出るのももちろん飛行機に乗るのもこの日が初めてだった。着いたのは羽田空港。ここから陸路で移動する2人。わかるか、スカイツリー。でっかいっす。初めての東京に目を輝かせるユーシン。しかしこの時彼はまだどこに連れて行かれるのか知らされていなかった。そして沖縄から離れること1200キロ、ようやく目的地に到着。ユーシン見てみ、あれ。え、ちなみに偶然流されちゃうの。
ここまで津波来たんですよ。いきなり5キロだぞ。そこは宮城県の南三陸町。加藤さんは震災直後に日光で経営する土木建築会社の社員たちとここにやってきた。炊き出しを行い、2ヶ月前からは瓦礫撤去の仕事を引き受けている。加藤さんの会社は空き家を借りて社宅にしていた。今日からは友人もここで生活する。終わるかないだろ。はい。少年よりはいいだろ。その前に加藤さんには確かめておきたいことがあった。それは沖縄に残した家族のことだ。家庭がどんなに大変かも分かってるよ。分かってるよな。学校のこと分かってるよな。分かってるお前自分の弟とかおめでとうになってるんですよ。もう小学校で彼女入ってもいいのか。関係ないのかもしれない。好きになればいいです。好きになっていいんじゃないです。じゃあお前みたくなってもいいってことか。それで本当の仲間ができたりとか本当のつながりができると思うかっていう。友達ですか。ああ自分はできました。どこできたの。地元の友達います。それが本当の仲間だ。仲間かどうかなんて分かんないんだろ。加藤さんにも分かんないじゃないですか。なんで分かんない。分かるよ。分かるんですか。分かるよ。当たり前だよ。すごいっすよ。俺経験だよ。当たり前だよ。なんで19歳てめえ言わなきゃいけないんだよバーバー。弱くせにな、余縁も相手にな、はい、な杖俺には向かってこれねくせしてこねやろさ。だやってからがかかっておくかお前。分からしちゃっからな。てめえがどんだけのレベルにいるかって分からしちゃっからあなあ。弱い者には手を挙げるが強い者には立ち向かうことのできない勇心。しかし加藤さんは崩壊寸前の沖縄の家族を救うには勇心を何とか立ち直らせるしかないと考えていた。午後7時、仕事を終えた社員たちが帰ってきた。おはようございます。で一応、ちょっとじゃあ勝手に勇心の紹介だけしたいんですけど、はい。自分全然仕事もできないし、あんま物覚えも悪いんですけど、一応悪かったら悪いってちゃんと怒っても大丈夫なので、これからよろしくお願いします。よろしくお願いします。この端っこで、はい。翌日からは毎日の規則正しい生活と厳しい現場での仕事が待っている。しかし加藤さんの本当の狙いは別にあった。特にこの被災地はやっぱり家族の多くの人たちが家族を失って本当に家族のありがたみとか大切さ、俺が気づかせとしなくても必ずこの環境が気づかしてくれると思います、ね、翌朝7時。友人起きろ起きろ。初日から先輩に起こされる。これまでならまだ寝ている時間、先輩たちの姿はすでになかった。おはようございます。おはようございます。おはようございます。飯は何食う。あれ冷蔵庫にさ飲み物があるから持ってきて、はい、あと焼いてくんだったらパン、パンあるからパン。自分でやんねえとやってくんねえとかある。勇心の初めての現場。そこには津波で破壊された家の残骸と瓦礫の山が広がる。瓦礫撤去の仕事をしているグループの中にはここで暮らしていて被災した人たちもいた。よろしくね。お願いします。お名前は。勇心です。お姉さんと呼んでね。おばちゃんってダメだよ。彼女たちは津波で仕事を失った夫に代わって家計を支えるため日給8000円の瓦礫撤去作業を行っていたのだ。やっぱ資格は取ってた方がいい。何でもそうすると私たちみたいにこうなっても全然取りできるもん。だって今からの人だもん、なんぼでも。自分たちの経験を踏まえて親身になって話しかけてくれる被災者の女性の言葉もこの時の友人には
届いていなかった。よし、もっと誘導するときにさ、はい、大きい声で言わねえと分かんねえから、聞こえねえから、はい、車両の誘導を任された雄心。しかし先輩から指摘されたにもかかわらず全く声を出さない。そして2日目。こんにちは、おばちゃん。豆腐屋様です。いいえ、とんでもないですよ。わかめの加工場を津波で流された老夫婦、二人はそこに大切なものをしまっていたという。からずし。からずし。からずしの大きいやつ。それは50年前、夫と家を建てたら飾ろうと新婚旅行の時に購入したからずしの置物。涙を流し訴える女性。しかしこの置物がどれほど大切なものか、雄心に分かるはずもなかった。無残にも横たわる白い建物、それがワカメの加工場だった。瓦礫撤去の作業を進めながら思い出の置物を探す。いや、多分違うお皿っすね。壁を壊して室内に残されたものを運び出すが、置物らしきものは見当たらない。しかしうちに一面もないからさ。あ、ダブト、うん、オレンジなんすね、うん、ほうきです。ほうきこれです。ほうきの友人には分からなくても、女性にとって大切なものを次々と運び出した。1時間後、作業が終了。建物は跡形もなく消えた。家のところ一回も見たんですけど、やっぱなかったんで。結局探していた置物は見つからなかった。しかし雄心はこの後別の大切なものを見つけることになった。7時間の作業を通して結局思い出の置物は見つからなかった。しかし依頼した女性は一生懸命やってくれたんです。若いのでね、はい、ありがとうございます、ね、はい、あ、来たったの。どうもおじいちゃん、やっぱ沖縄から来てからこれ ね、 そうですね、まだ3日目ですけど、ね、小室さんね、ありがとうございます、ね、私も頑張ったらね、78歳なんです。ね、頑張らなくてね、頑張ってください。3年ぐらい経ったらバカ見ても送ってあげるからね。78歳、これまで築き上げてきた全てを失った女性。それでも前を見て新たな人生を歩み出そうとしていた。5日目。お疲れさん。この日加藤さんが現場にやってきた。4日目だもんな。早速雄心を呼び出した加藤さんだが、まずどこかに電話をかけ始めた。雄心頑張ってるよ。おー、そうですか。それは5日ぶりに聞く妹の声だった。学校行ってる？あ、はい。ちゃんと真面目に行ってる？はい。えらい。お母さんはどう？お母さんは調子はどう？あ、頑張ってますよ。頑張ってる。そっか。来てますよ、毎日。毎日来てんだ、はい、あ、お母さん一緒にいる今？いますよ。あ、ちょっと変わってもらえる？はい、あ、お母さん、頑張ってるみたいですね、やっぱり。マッサー、ちゃんと学校行くよ。嫌だって嫌だってもやっぱ行く？うん、一応行かしてます、もう無理やり。あ、そっかそっか。横りながら。そうだよね。母親はあの日からずっと約束を守っていた。そして加藤さんが雄心にしたかった大切な話。被災で流された人とか、うちが流された人とかね、家族が流された人とか、なんでみんな頑張るんだろう。復興と生活、うん、その生活っていうのは誰、自分のため？子供いるんですか？うん、あれは子供とかみんなさ、守るべきものがいるんじゃないかみたいな。自分以外にも残された家族とかさ、うん、
それが原動力かもしれない。また勇心には自分がこれから何を守り何をすべきなのか分かっていないと加藤さんは言う。その答えを見つけるため今日も勇心は被災地で汗を流す。こんばんは、スーパー J チャンネルです。勤労感謝の日の今日は30分拡大でお送りいたします。元暴走族の建設会社社長が沖縄出身の不良少年の更生に取り組んでいます。被災地で働き始めておよそ2ヶ月少年が学んだものとは。朝6時、東北の朝は身を切るような寒さだった。おはよう。おはよう。一人起き出しストーブに火を入れて部屋を温める少年。被災地で瓦礫撤去の仕事をする勇心19歳。1ヶ月半前に沖縄からここにやってきた。彼は小学6年で鑑別所に入り、17歳までに2度の少年院を経験していた。そんな彼の家庭は崩壊寸前だった。学校は？ん？忘れた？小学3年の弟と高校1年の妹は不登校。子育てに無関心な母親は仕事に出ることもなく生活保護を受けて暮らしていた。自分と家族を変えなくてはならない。更生を誓い勇心は被災地で働き始めるが。は？できないぐらいだったら？でも最初から俺らなんてな、できないなんて言ってねえと思ってた。できるできねえなんて言ってねえんだね。家族を支え真っ当な社会生活を送る19歳の少年はその厳しさをこの地で学ぶことができるのか。おはようございます。勇心19歳。彼は1ヶ月半前まで沖縄で家族と共に暮らしていた。当時の彼は夕方5時になってようやく起き出し、仕事帰りの仲間と連れ立って遊び歩いていた。仕事もせず昼夜逆転の生活。実は勇心は小学6年の時にバイクの無免許運転で鑑別所に入り、その後バイクの窃盗や無免許運転などで17歳までに2度の少年院を経験していた。そんな彼を更生させるために立ち上がったのが加藤修士さん。かつては総長として暴走族をまとめていたが、今は土木建築の会社を経営する傍ら、若者の更生の手助けを無償で行っている。1ヶ月半前沖縄を訪ねた加藤さん。そこで勇心の家庭の問題を目の当たりにする。おはようございます。おはよう。だなこれ。部屋にいたのは小学3年生の勇心の弟。今もう11になります。もうしょうがねえな。小学3年の弟、そして高校1年の妹はほとんど学校に行っていないというのだ。母親はこの時まだ寝ていた。そして子供に無関心、病気がちで働けず生活保護を受けている。親としてもうめちゃめちゃ失格、失格もいいとこで、本当にバカ親のレベルに入ると思うんですよね、俺はね。こんなことやってたら。加藤さんは勇心を預かる代わりに子供たちを必ず学校に通わすことを約束させた。そして初めて会ったこの時から勇心に欠けているものが何かを見抜いていた。お前自分の弟がお前みたいになってるんですよ。好きになればいいです。ん？好きになっていいんじゃないです。じゃあお前みたいになってもいいってことか。こう言い放った勇心に欠けている大切なもの、それを気づかせるため彼を沖縄から連れ出した。宮城県南三陸町、加藤さんの会社は7月からここで瓦礫撤去の仕事を請け負ってきた。
悠進は寮で先輩社員たちと寝起きを共にする新たな生活が始まった。それから1ヶ月半が経過、被災地の現場では悠進に思わぬ活躍のチャンスが訪れていた。建設機械を操作する悠進、実は彼は16歳の時少年院で職業訓練を受け、その時得た技術と資格が今被災地で生かされているのだ。僕からやれっても届かねえから、まず一回自分で取りやすいとこ少し集めて、あだから自分でちょっと一回資格は持っていても操作をするのは3年ぶり。指導してくれるのは加藤さんの右腕的存在、星優希さん。悠進は星さんに憧れを抱いていた。優希さんみたいな、あんな若くてなんつうか頼られてるじゃないですか、会長からも、あんな人になりたいですね、はいはい、沖縄行った時はずっと寝てたり起きて遊びに行ったりで、楽しいは楽しいんですけど充実みたいなのはしなかったので、ある意味こっちは充実みたいなのあって、なんか違う意味で過ごしやすいですね。毎日が充実しているという悠進だが、加藤さんはまだ何かが足りないと感じていた。いや、まだまだ変わってませんよ全然、ただ今変わったのは生活習慣です。朝ちゃんと起きて仕事に行くだけは変わりましたけど、あいつはまだまだこれからですよ、この日星さんは加藤さんから指示を受けて悠進をある現場に連れて行った。一見し任せようかなと思って、現場この場所の状況じゃない、場所の状況これそこはまだ解体作業が始まっていない現場。午前8時半作業が始まった。悠進が最初から最後まで現場を一人で任されるのはもちろん初めてのこと。まだ建設機械の操作もおぼつかない悠進に、なぜこんな大仕事を任せたのか。他の会社行っちゃうと、やっぱ機械とかってやっぱ乗る人とか決まっちゃってるんですよね、だから乗るチャンスもなければ、もう機械にも触らせてくれないですよやっぱり。まあこれで例えば沖縄帰って本当に自分のこう次何やるか分かんないですけど、それで少しでも武器として持って帰ってもらえれば、現場での経験を積み建設機械の技術を磨くチャンス。ここで学んだことが将来悠進を助けてくれると星さんは信じていたのだ。作業開始から6時間、建物を崩し終わり廃材をトラックに積み込む作業が始まった。ところがここで作業のペースが落ち始めた。そして悠進の手が止まってしまう。終わるか、はい、終わる、ちょっと見えます、見えます、かっこ、変わる、はい、いや、できないぐらいだったら社長にやってもらって今日で終わった方が早いかなと思って。独り立ちのために用意してくれた現場を簡単に投げ出してしまおうとしたのだ。できないぐらいだったら、おめえ最初から俺らなんてな、できねえなんて言ってねえんだと思ってんだよ。できるできねえなんて言ってねえんじゃないやつ、なあ、なんでもそうやってすぐ諦めんの、お前またね、時間半だぞお前、なんでそうやって諦めるんだな、お金稼ぐってお前そんな甘いもんじゃないよ、呆然とする悠進、まるで父親のように親身にそして真剣に叱ってくれた。この日の夜、星さんからの報告を聞いて加藤さんが悠進のもとにやってきた。おまけ社長怒られたよな、なあ、ショックだったのか、ただ、本当に憧れだった、誰が、ゆうきさん、あいつ怒られたやつが、なんでこんな怒られたのかなと思いました。加藤さんはここがこの先悠進が成長するために乗り越えなくてはならない試練だと思っていた。
え、なんでこっち仕事するの？みんないるからサボろうっていう、なんかそんな考えが出ないだけですね。いや、それがな、お前のムカつくとこだって言うんだから、それがな、お前の言ってることどういうことか分かっか。お前はな、10億にもらってな、お前金玉あんだろ、はい、10億にもらって誰かが見てくれてるからな、誰かが見てくれたらやりませんって言ってんだよ。お前赤もんかよ。いや、違います。お前は誰かが管理してないと自分のコントロールができねえのか。違います。あ、できねえんだろって実際に。バカか、お前。こんなできねえからこうなってんだろ、お前なあ、はい、今日来た現場のこともなんで駅に怒られたかも考えろ、自分でよく。これまで働きもせず遊んで暮らしてこられたのも誰かに頼ってきたから。しかし大人の社会ではそれでは生きてはいけない。そのことを雄心は身をもって思い知らされた。一人被災地にやってきた雄心をずっと気にかけてくれている女性が現場にいた。今度社長に連れてってもらった。雄心が誰だよ、案内すんで。この頃忘れるんだな。忘れられんの。菅原さとみさん、彼女は津波で家も仕事も失っていた。震災前はヘルパーの仕事をしていたが、今は加藤さんの会社でトラックドライバーとして働いている。星さんと加藤さんに厳しく叱られて落ち込んでいる雄心に、菅原さんは声をかけた。じゃあご飯食いに行くか。何もないけどね。全然ありがとうございます。被災地にやってきて初めて他人の家に招かれた。お邪魔します、はい、します。ここで彼はもう一つ大切なことを体験する。会ったことない。いや、ちょっと覚えてないんだって。部屋にいたのは中学2年の長男。実は菅原さんも雄心の家庭と同じようにシングルマザーだったのだ。手料理の献立は肉じゃがとあんかけの揚げ出し豆腐。いただきます。いただきます。はい、どうぞ。ちょっと難しいですね、これ。そうですね。特別な。ありがとうございます。いいえ、どういたしまして。はい。でもさ、あの濃くない。いや、美味しいですよ。雄心、おかわりは半分ぐらいでもらって、すいません。お願いします。これまで味わったことのない手料理と団らん、それは雄心の知らない母親の姿。美味しそうです。はい、どういたしまして。津波で全てを失った菅原さん。しかしそれでも前向きに懸命に彼女が働く理由、それは、私はこの人たちのためになんぼきつくたったってあの仕事はやっていこうかなって思ってる。家族のためならどんな仕事でも耐え抜くことができるという菅原さん。これまで家族のことなど顧みなかった雄心、その言葉が何かを呼び覚ましたのか。実はこの夕食も加藤さんの狙いの一つだった。前日雄心を厳しく叱ったその足で加藤さんは菅原さんの家を訪ねていた。雄心の中で大事なものってなくしてるんですよ。あいつの中で何のために働くのかとか、何のために自分が頑張るのかって目的はないんですよ。その店を見て雄心の中から自然に生まれるわなってに思ってますよ。沖縄を出て2ヶ月。この日雄心は事務所に呼び出されていた。給料日なんだけどね。で、一応給料日がなんだけど、212,290円。がお前のマックスの今のお金だ。お疲れ様です。どうするこれ。どういうんですか。俺に。俺も渡すの。はい。厳しい仕事で稼いだお金を迷うことなく母親に渡すと言い切ったのだ。ごと飲むの。ごと飲むの。一応すみません、自分で。
はい、直接渡せんで、自分で直接渡せんで、自分で、うん、翌日、午前11時過ぎ友人は加藤さんに連れられて母親にお金を渡しに沖縄に帰ってきた。驚かせて喜ばせようと事前に連絡はしていない。いつもなら開いているドアになぜか鍵がかけられ、中からは応答がない。こいつは舐めてったよ。いつです。その時、鍵が開けられた。何やってんのよ、お前。おかえり。おかえり。おかえり。じゃあじゃあ、おかえりとかじゃないか。何やってんの、おめえら。学校どうしたよ。寝室では、母親と小学3年の弟、そして高校1年の妹がまだ寝ていた。母親は相変わらず11時過ぎまで眠り、しかも毎日子供たちを学校に送り出すという加藤さんとの約束さえも守れないでいた。友人の家族は2ヶ月前と何も変わっていなかった。しかし加藤さんは以前のように声を荒らげることはなかった。そして静かに友人に言った。もうこの状況見てな、お前自分でな、何するかってことだと思うし、お前にこう任せるから。加藤さんに家族の問題を解決することを託された友人は、母親と初めて真剣に向き合った。とりあえず食べます。めっちゃくちゃ少ないんだけど。いいよ、これ友人なんか使って、気持ちだけでいい。お母さんは、いや、まあちょっと受け取って。いや、全然そんな頭下げないと思うね。今まで散々迷惑かけてきて、結局、ね、裏切って、いつも本当ね、今まで迷惑とかかけて本当にごめんなさい。すみませんでした。友人だけ悪いんじゃないよ、お母さんも悪いんだよ。友人こんなに頑張ってるのに、お母さん何してんだろうって。どっちもあったかしら。やっぱあいつらからしても一番必要なのもお母さんの姿だし、俺からしてもお母さん一番必要だから、やっぱなんか全員家族、お母さんがあっての俺の家族だと思うからね、あんま体に無理しないで、俺これから戻ってももっと頑張って帰ってくるから、それまで母親としての強さとか、そんなあるべき姿であってほしいと思うから、これから頑張って、俺も頑張るからね。ナイス。ごめんね、ごめんね。頑張ってよ。そして友人は妹を外に呼び出した。泣くなや。お前が学校行かんかったどう思うよ。お前俺なんか見てて学校行ってんかったくて、違う、待って、お前が来て、お前が学校行ってんくてどう思うか。お母さんもあれ、寄る気がない。だからお前も支えないといけないだろ。一人だけ頑張らそうとかじゃなくてな、昔俺も家族とかなんか別人それぞれの個人の人生だろうと思ってたけど、被災地分かるだろ、お前自信あったの。すげえんだよ、やっぱり行ったらね、テレビで見るより半端ないぜ本当に。あっちの人はね、何してんのかなって、俺行ってからみんなどうせ落ち込んでんだろうなとか思い出して、学校もなくなって家もなくなって、お金もない、服もないやし、だけどあっち行ってね、びっくりするぞお前。人との温かさとか、人との絆、家族のね大切さっての本当に分かるよ。俺も本当に分からんかったけどね、いかに自分が甘えてきたっていうのはね、本当に分かって。あっち行って俺あっちで目覚ましないんだぜ、起きるの。どんな人起きてるか分かるかおめえ。半袖であっち寒いんだ、こっちより。それで眠って寒くて起きるんだ毎日。
人間頑張って考えたらよ、起きる方法なんていくらでもあるから、お母の負担減らすためにもお前が起きて送り出すとか、お前もちゃんと学校行ってやるべき姿見せないとダメだからよな。お母一人にやらさんでな。被災地での体験を語り聞かせる勇士、それは妹が今まで見たことのない家族を支えようという強い意志を持つ兄の姿だった。行こうよ、な、うん、行こうか、うん、はい、じゃあ気をつけてよ。勇進は再び被災地に戻り、来年の4月まで働くという。その時彼は20歳になる。